皆さんこんにちは。今回は薄型テレビのスピーカーの音を聞こえやすくする方法がありますので、それについてご紹介したいと思います。皆さんどうでしょうね。薄型テレビの音って聞こえづらいとは思いませんか？なんかパッとしない音だなぁとは感じていないでしょうか？私の場合とても気になっていたんですね。ただ今ではテレビはあまり見ないので、サウンドバーや何か外付けのスピーカーシステムをわざわざ買うのもどうなんだろうと思っていました。なので自分で少し工夫をしてみたんですね。お金もかかりません。なので薄型テレビのスピーカーの音が随分と聞こえやすくなりますので、興味のある方はですね、ご自宅のテレビに早速試してみてください。薄型テレビのスピーカーは小さくて、しかも下側に下向きについていますので、音が聞こえづらいのは当たり前のことなんですね。なのでこのようなものを作ってみました。こういったものですね。わかるでしょうか？オーディオでいうところの本型スピーカーですね。それを真似てこのように本を自作して使っています。テレビのスピーカー自体がそもそも高音質というわけではありませんから、これだけでハイファイサウンドとはいきませんが、限界はありますが、それでも聞こえ方は随分改善されますよ。それでは簡単なんですけれども、自作方法をご紹介したいと思います。はい、そうしましたら、この本ですね、作るにあたってまずはこのテレビの下のスペースの寸法を測ってみてください。このテレビの場合は高さとしては 3.5 センチくらいですね。あと奥行きですね。テレビ本体の奥行きを測ってください。これの場合はだいたい6センチです。あとスピーカーのサイズですね、下から覗いていただければわかります。まあこれはもう測ってありますので、このテレビの場合には4センチのスピーカーでした。まあこのサイズに合う本をそれでは作っていきたいと思います。はい、それでは薄型テレビのスピーカーの簡易的な本ですね、作っていきたいと思います。先ほど測りましたけれども、テレビの下の、まあ、スペースですね、高さとしては 3.5 センチありました。奥行きが6センチ、スピーカーの幅が約4センチ。前面の開口部は本型ですから、スピーカーより幅広となります。形としては台形になりますね。おおよそスピーカーの幅の3倍から4倍くらいでいいでしょう。あまり大きすぎるとスタンドなどに当たりますよね。それでこのスペースに収まるようにこういったものですね、作っていきます。ここではとりあえずですね、お家に余っている段ボールですね、それで十分だと思います。吟味される方は薄い MDF 板または樹脂ですね、プラスチックの板なんかを使った方がしっかりしてると思います。わかりますよね。形的にはわかりますよね。それで一番初めにこの台形の部分を作っていきます。サイズ的にはこの奥行きの6センチ、これが台形の高さにあたります。それでスピーカーの4センチ、これが上底にあたります。あとは開口部、これがスピーカーの3倍から4倍ですから、12センチなのか16センチなのか、その辺は皆さんが設定してください。まあこの開口部が縦台形の長い辺にあたります。このサイズの台形をまずは段ボールの方に記入してみてください。はい、先ほどのサイズで図で表してみるとこのような感じになりますよね。わかりますよね。ここの部分がここになります。上底がスピーカーの幅と同じ4センチ、開口部が12センチ、奥行きが6センチになります。この上の横長のは側面に当たりますね。ここの部分になります。ここの部分になります。それが幅的には約3センチ。この側面の長さはですね、この台形のこの辺の長さと同じに合わせてください。ですからここになるわけですね。こちらはここになるわけですね。
そうするとこのように側面の長さが確定しますね。左右とも決まります。側面に関してはこれで終了です。この台形の部分ですね、ただこのまんまですと角度をつけることができません。平らになっちゃいますね。ですからこの台形に当たる高さ、この6センチ、この6センチを7センチにしてください。そうすることによって角度をつけることができるようになります。はい、そうするとこのような感じになりますよね。台形の高さが6センチから7センチへと変わっています。高さが増えているわけですね。幅は同じです。このように台形の形を変えることによって簡単に綺麗に角度をつけることができるようになります。この角度をつけることによって音が前に出てくるんでしょうね。なおここで設定している数字はこれが絶対ということではありません。皆さんお使いのテレビのサイズ、または皆さんの考え方で決めていただいて結構な数字になります。まあこれは一つの目安になります。また台形のこの両辺にですね、のりしろ部分を設けていただいてもいいと思います。まあその辺はお好きなようにご自分の作業がしやすいようにお作りください。それではまずこれを切ってみますね。はい、そうしましたらこのように切ってきました。この側面のですね、折り曲げるところは折り曲げる外側にカッターで切れ目を入れてください。わかりますよね。このようにしないと綺麗に曲がりません。これが側面になるわけですね。そうしていただいたらこの台形の部分ですね、この側面の中にはめ込んでいただければいいわけです。程よい角度をついたところで止まるはずです。わかるでしょうか。このような感じに程よい角度がついたところで止まります。そうしましたら仮止めしてください。このような感じに仮止めしてください。仮止めで固定がされたら、あとはしっかりと木工ボンドを塗ってみてください。余分なところは拭き取ってきれいに仕上げてください。はい、これであとはしっかりと乾くまで待ちます。今回は手っ取り早く作れる方法を紹介しています。ですから段ボールなどを使っています。ただこれ軽いですよね。やはり重さとかあった方が本当はいいんですね。ですから先ほども言いましたけれども、 MDF 材、まあその辺を使って裏面には鉛などを貼って重さを増してあげるとさらにいいと思います。またさすがにですね、この段ボールのままでこの質感のまま使うのは見た目良くないですよね。いかにも貧乏臭いです。ですからスプレー缶で黒く塗装したり、あとはカッティングシートを売ってますよね。こういったものを使って仕上げてあげれば見た目としても全然おかしくないと思います。はい、だいたい乾いたようなのでこれで出来上がりになります。作り方としてはもう簡単でしたね。要は台形の部分の高さを1センチくらい高くしていただければ、それだけで綺麗に角度のついたホーンが出来上がります。こんな感じですよね。それで色を塗ってみました。このように黒くしてしまえば目立つことはありませんね。これなら気になりませんよね。このカーボン調のシートは MDF 材で作り直した時にこれで綺麗に仕上げようかなと思っていました。まあ見た目は悪くないですよね。それじゃあテレビの方にセットしてみたいと思います。それではこの簡易的なホーンですね、セットしてみたいと思います。もう簡単ですね。スピーカーの下に置いていただければいいだけです。このように置いていただければいいだけです。あと後ろ側なんですが、このようにぴったり置いてしまうとスピーカーの音が全部前に出てきちゃいますから、少しですねルーズに置いてください。1センチくらいでしょうか。このように少し隙間を空けていただいた方が聞こえ方としてはいいと思います。ただいくら音が聞こえやすくなったとしても、このように段ボールではいかにも見た目悪いですよね。貧乏臭いです。ですから
黒く色を塗ったものですね、交換したいと思います。こんな感じですよね。どうでしょうか。これでしたら全然気になりませんよね。反対側もつけてみます。どうでしょう、気になるでしょうか。なりませんよね。まあ薄型テレビのスピーカーの簡易的な保温の自作方法と設置方法、以上になります。ぜひ皆さんもお試しください。聞こえ方が随分と変わります。はい、こんな感じでした。この通りとても簡単です。お金もかかりません。にもかかわらずテレビの音は随分と聞こえやすくなりますよ。モコモコとしていた音の聞こえ方もですね、随分とすっきりとして聞こえます。案外これはいいですね。ですから興味のある方はすぐにでもお試しください。自作もすぐにできちゃいますよね。あとは使われる部材や形状を皆さんなりに工夫していただければ、さらに効果的な保温が出来上がるかもしれませんよね。ということで今回は薄型テレビの音を聞こえやすくする方法のご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。